再会できて何より。申したでしょう、この身滅びようと最後までと。よく来たの。半兵衛と二人でずっと待っておった。書に寝食を忘れた末に私は死と出会った。死より授かりしは未来を見通す力。されど見えしは己が死の定め。死に抗い伊織で待ち続けたは、かの者を倒す未来を秀吉に託すため。その青き瞳に宿るは、定められし未来さえ変えんとする力。待っていたのは我々だけではありません。生きていたとはな。しかしいいところに来た。あなたに託すわ。残す鍵は霊石ってことね。
ほんま、ええ趣味してはりますわ。しもうたんやろうか、あの憎めないお人柄は。茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に見せられて人の心まで失うてしまうとは。天界によう頼んどきます。上半、あとはよろしゅうに。もう手加減は不要ね。まあ慌てるな。俺の新しい嫁を紹介してやる。
さあ、真打ちのお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられ、どん底から這い上がるために、俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。
してる。世は滅びぬ。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め。あなたの長き定め、見届けました。